なってくださいね。はい、今見えました。ちょっと確認します。フルスクリーンになってます。はい。はい、それでは黒巻さん、ここから10分で大丈夫です。よろしくお願はいい、します。大丈夫。はい、わかりました。はい、それでは、黒巻バレットと申します。黒ブラの取り組みについて、話させていただきます。まず、黒ブラ、神奈川県で開いている大会なんですけども、2016年4月30日に、第1回黒ブラが行われて、それから、4年やってます。で、黒ブラの歴史ということで表示させていただいてますけども、最初見てみますと、最初シングルエリミだったんですね。で、Wii U の頃だったんですけど、128人の人がいました。で、人が多すぎて、シングルエリミだったんですけど、カメメさんが優勝して。で、その次、これ主要大会だけ挙げてますけど、チーム大会やったりとか、その後、SP、スマブラ SP になって、スマッシュサバイバルっていう、なんかよくわかんないイベントをやったりとか、あとスマッシュ GG 導入したりして、C ティアの大会を開いて、とかいろいろやってます。で、最近では、黒ブラランって言って、スマブラに限らず、いろんなゲームをみんなで持ち寄って遊ぼうっていうイベントをやってたりもしてます。で、今月の5月2日には、黒ブラのオンライン大会をやってたりしまして、スイスドローっていうちょっとスマブラでは特殊な、方式なんですけども、そういう方式でイベントやったりとかもしてます。はい。で、まず大会開催するきっかけなんですけども、一番最初、2016年の段階で、関東にいたんですけども、当時、梅ブラしか関東ででかい大会っていうのはなくて、参加申請の競争率がめちゃくちゃ高かったんですね。で、自分も何度か、梅ブラに参加しようと思ったんですけど、なかなか申請しても通らなくて、これはちょっともっと人いるから、対戦機会を増やしたいなと思って、黒ブラを開こうと思いました。で、また自分が、デラックス、スマブラデラックスのプレイヤーでもあるので、スマブラデラックスと新作のスマブラ、当時 Wii U だったんですけど、その両方のプレイヤーの交流環境を作りたいと思いまして、大会を、両方開きたいなと思ってました。で、きっかけ最後、もう一点として、最寄り駅にイベント会場が偶然あったんですね。で、小田坂プラザっていうとこだったんですけど、100人、だいたい100人ぐらい入る規模の、イベント会場がありまして、で、そこを使えばいいじゃんということで、まず大会開催しようと思いました。で、大会開催してからの心境の変化なんですけど、最初は、自分もスマブラの大会に選手として参加したいっていうふうに、思ってて。で、当然、梅ブラとかにも参加しようと思ってたわけですから、プレイヤーとして出たかったんですけども、やっぱ実際開催して、主催として経験してみると、競技は、もう自分は出なくていいと。もう自分は出なくて、大会を盛り上げるためだけに、いろいろやろうと思うようになってきて、で、競技は、もちろんトーナメントとかもやるんですけど、トーナメント以外の競技以外のとこでも楽しめるイベントを開きたいなというのが、最近思ってます。で、企画して、分かったことは、やっぱトーナメントに参加できないスタッフとか、配信とかに集中しちゃうスタッフとかがやっぱり出てきますので、そういうスタッフとか、SP 勢、今は、SP 勢とデラックス勢と両方一緒に大会やってるんですね。で、そこで、両方の勢力問わず、参加者が楽しめるイベントを開きたいなっていうのが、自分の目標です。で、面白そうだと思ったことは、まず最初は否定的で考えずに、まず最初やってみて、で、それで判断しようっていうのが、自分のスタンスです。で、その中で黒ブラ独自の取り組みとして今やってることがいくつかありますので、ちょっと紹介したいと思います。まず大会の方針なんですけど、互いの同意を得れば好きなステージで対戦可能っていうふうにしてます。これは多分どこの大会にもないと思うんですけど、デラックスと SP 両方に適用してます。
で、このステージでやりたいけど、大会のステージとして選ばれてないからできないっていうのが、あると思うんですね。例えば、B クラス決勝とかでは、ウーフアイランドとかノルフェアとか、いろんな、なんか自分の好きな思うがままのステージでやってたりするんですけど、せっかくこうステージいっぱいあるので、そう、運営側で全部縛るんじゃなくて、この対、あ、二人で、話し合った結果、そこでもいいんじゃないっていうのがあれば、どこでも対戦していいよっていうふうにしています。で、スマブラ SP に関しては、互いの同意を得れば、公式ルールで対戦可能っていうふうにしています。これも、公式ルールっていうのは、チャージ切り札ありと、アイテムありっていう、やつなんですけど、これももう完全に公式、運営側で、黒ブラ運営側で縛るんじゃなくて、参加者同士で、こういうふうにしたいんですけど、どうですかっていうふうに提案して、で、OK だったら、それでやってもらうっていう感じでしてます。実際してる人は見たことはそんなないんですけど、たまにいますね。で、毎回 B クラスのトーナメント、これはダブルエリミネーションで毎回開催してます。で、やっぱ A クラスに上がれなかった人っていうのは、もうそのまま敗退しちゃって、もうフリー体制するしかないっていう状況になると思うんですけど、やっぱ A クラスに上がれなかった人にも、トーナメントでの対戦機会っていうのを与えてあげたいと思って、予選をやった後、次 A クラス、B クラスで分かれて全員やるっていうふうにしてます。で、もう一つ、デラックスと SP のトーナメント同時参加可能にしています。で、同日に、デラックスと SP 両方のトーナメントを両方始めるんですけど、SP の方のトーナメントにも出て、デラックスにも出てっていうのを可能にしています。これで、普段関わらないと思うんですよね、デラックスと SP のプレイヤーって。それを、交流の場を作りたいっていうのがあったので、同時参加可能にして、こう、普段関わらない人とも対戦できるっていう環境を作ってます。で、独自の取り組みその2なんですけど、黒ブラ何周年大会、2周年、3周年という大会では、チロルチョコ配布したり、トロフィー授与っていうのをやってます。で、これ、画像のものは、2周年の時のチロルチョコですかね。で、3周年の時トロフィー授与を、してます。で、今のところ2周年と3周年の時は、この何周年大会っていうのを実施したんですけど、今のところ、2周年目も3周年目も、Wii U と、SP はザクレクで、デラックスの方はサムさんが、両方取ってるので、今後どうなるか期待っていうところで見てますね。で、その次、黒ブラには割引制度がいくつか用意されてます。で、スタンプカードってのを用意してます。で、これはスタンプ5個貯まると、参加費500円引きますよっていうやつで、機材を持参して参加したり、大会を連続して参加してくれた人には、追加でスタンプをしたりしてます。で、裏面に、大会のルールとスイッチの設営手順の QR コードつけてるので、毎回、これで、ルールを確認っていうのはできるようにしてます。で、また、学割をつけてます。高校生以下の人は、500円引きっていうふうにしてます。やっぱり学生っていうのは、金銭面で、イベントに参加できないっていうのが多いと思うので、なるべく、考慮していこうかなと思っています。で、その4、オリジナルキャラクターの作成ということで、公募により、オリジナルキャラクターを決定しました。で、2体いるんですけど、黒丸とブランっていう、ヤタガラスをモチーフにした、キャラクターになってます。で、T シャツのデザインとか、黒ブラの T シャツがあるんですけど、T シャツのデザインとか、募集時のイラストとかに使っていますね。で、黒ブラ独自の取り組み、その5なんですけど、やばいサブイベント。これは一例なんですけど、やっぱり、その本戦のトーナメントは、競技として楽しむんですけど、その後でやばいサブイベント、ほぼ毎回やってます。で、ここに挙げての一例なので、詳しくは、
直接聞いていただければ説明したいと思います。ちょっと時間がないので、全部は説明しないんですけども。で、取り組みその6ということで、スマブラ以外のゲームも、先ほどちょっと言いましたがやります。で、その時々で旬なゲームっていうのがあると思うんですけど、スマブラやりつつ、やっぱこのゲームも面白いからやろうぜみたいな、スマ勢で集まってやるみたいな、あると思うんですけど、そういうのをやったりもしてます。で、あと、クロブララン、先ほど言った参加者持ち込み型のイベントなんですけど、そこで、激忍だとか、グラブル、バーサスとか、キャサリ、フルボディとか、その辺の、また、スマブラとは別のイベントをやって、で、界隈問わず、いろんな人と交流するっていうのを目的にして、やったりしてます。で、まあ、そういう取り組みやってるクロブラなんですけども、今年の4月で4周年迎えました。今5年目になるんですけど、今後もクロブラらしさっていうのを前面に出した企画をしていきたいと思ってます。で、また、相模原、今、相模原付近でやってるんですけど、今度ちょっと都心の方に向けて、横浜の管内のあたりでも、イベントできるように調整してますので、皆さんぜひお越しいただければと思います。それでは、黒巻バレットでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なので、そうですね、プレゼン終了いただいて、